今回戦いの舞台はセレッソ大阪。ここに集いし4人の男、ピッチを離れサッカーゲームでガチンコバトル。対戦するのは FIFA19。 リアルな表情とスタジアムにいるような臨場感が味わえる究極のサッカーゲーム。まずは奥野博明、藤田直之のチームミッドフィルダー。選んだ先発メンバーは、最近のセレッソがこう勝ち出した 4-4-2 のフラットっていうところと、で、あの木本は気持ちが弱いから外すんで。何ですか。ベンチ外です、気持ちが。囲いももちろんベンチ外です。おー。対するは木本康樹、囲い健太郎のチームディフェンダー。その先発メンバーは、攻撃的に、あと丸岡抜擢で丸岡抜擢、ドルトムントの力をと藤田さんのベンチ外しっかりベンチ外。共に使用するのはセレッソ大阪。ピンクのユニフォームを木本囲いのチームディフェンダーが操り、白のユニフォームを奥の藤田のチームミッドフィルダーが操る。それではキックオフ。まずボールを回すのはピンクのユニフォームチームディフェンダー。サルチェンジ。え、弱。ちょっと待って。あ、惜しい。危ねえ。オッケー、行かせて。丸橋からブルーノへのスルーパス。このギャップはオッケー。レッツゴー。キーパー大丈夫、大丈夫。え、ファール、ファール。エリア内で倒されるもノーファウルの判定。これで得たチームディフェンダーのコーナーキック。これにキーパー、キーパー、ジュンヒョン。こぼれ球を拾ったチームディフェンダー。クロスのこぼれを木本が操る。柿谷抑え。あいつじゃなかったよ、俺。あいつじゃねえんだよ。いやしかしこれはうまくシュートできず。一方、奥の藤田のチームミッドフィルダーもボールを奪ってカウンター。これ来た。ワンズ来た。やばい。準備いってる。ルイ早いから絶対いける。もういける。横見る。奥の前つる滝谷がゴールに迫るも、ラストパスをミス。じゃあ。なんで今何スルーパス。いや、バツです、バツです。横やりすぎたのかな今。さらにチームミッドフィルダーが巧みなパス回しを見せる。大丈夫、ボール大丈夫。そうそうそう、ダイレクトでつなぐとゴール前の柿谷。今から倒せ。しかしチームディフェンダーの素早いプレスにシュートまで持ち込めない。奥の藤田のチームミッドフィルダーが木本囲いのチームディフェンダーを翻弄するも得点は奪えず、前半をスコアレスで折り返す。よちよく不利だったね。後半に入っても白のユニフォームチームミッドフィルダーが仕掛ける。来た。あー、大丈夫。水沼のクロスはクリアされるも、こぼれ球を拾って奥野が操る。奥野入った。うわよっしゃ。しかも奥の自分で決めた。え、ゆりかご。マジか。生まれてねえだろ。生まれてねえけど、ゆりかごじゃない。よっしゃ。素晴らしいコンビネーションを見せていた奥の藤田のチームミッドフィルダーが先制する。かっこいいだもんな、キーパー。よし、クリアしろよ。確かにキーパー、ジンヒョンだ。ジンヒョンだったら入ってないかもね。徳さんいない。先制を許した木本囲いチームがすかさずメンバー交代を要求すると、これを見て奥の藤田チームも選手交代。共に2枚の交代カードを使う。するとこの采配が的中する。ピンクのユニフォームチームディフェンダーはボールを奪ってカウンター。最後は木本が操るトークラー。いやー、くっそ、うまいシュート。今のはシュートうまい。
トック？トック、ファーストタッチじゃない？はいはい。いや、最悪当たったな。当たりましたね。てか、シュートうまっ。シュートうますぎ。よし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 。途中出場、トクラのゴールで同点に追いつく。勢いに乗るチームディフェンダーの木本は柿谷で仕掛けるも、まさかの操作ミス。上げろ。大丈夫。え、丸じゃないですか。どう言ってんの。それでもピンクのユニフォームチームディフェンダーはボールを奪うと、もうやばい。再び木本が操るトクラ。いやあ。いやあ。トックが。いやよかった言って、言ってなくてよかった罰ゲーム、マジで。いや、二度ってなんか、うまい、見てこの機械ストック、うまいってこれ。これ誰で打つのがやっぱうまいね。寄せがうまいな、ロティーノ怒るわこれ。ボランチがここ締めてないもん。トクラの2ゴールでチームディフェンダーが逆転。終了間際、白のユニフォームチームミッドフィルダーにビッグチャンス。ぶれ、おい、なんでここ、やばい、うわぁ。しかし、奥野が操るブルーノのパスはわずかに合わない。始める、ファールでもいい、ファールでも、うわっ、うわっ、先読みスライドよし、よし、よし。トックン、サンキュー。いや、2ゴール、トックンにやられた。シュート2本のゴール、さすがだな。再配的中、再配的中で。やっぱストライカーがやってくれましたね。やられましたね。トクラ選手にやられましたね。セレッソの皆さん、ありがとうございました。